はいみなさんこんにちはお久しぶりですはるみですお元気ですかえっ、ー、と今日は4月の8日ですね、えー、アメリカは、えー、日本はもう9日になると思うんですけどおかげさまで今日はとても大変な日だったんですけど、えー、やっとですね、えー、その特別特訓レトレーニングにから解放されたところですねまだあと先生とのセッションがあと1回残ってるんですけど今日私はあの3人の方とですねえっ、ー、と リリーーディングのの練習をしましまた1人はサフフスアフリカの方ですねもう一人はあのオーストラリア出身なんだけれどもカナダに住んでらっしゃる方それからアメリカ人なんだけど今コスタリカにいる方、まあ、男性女性いろいろ年齢もいろんな方がいらしたんですけど、えー、その方たちとのリーディングをねであの Zoom でレコーディングして丸井先生がこれからね採点してくれるんですけどねあの結構インテンシブでしたけど楽しかったですよ。ね、で、えー、ともうすぐ、えー、と新月になりますね。 この新月はあの、宇宙元旦が3月の21日に、えー、おひ座に太陽が入ってねで初めてのお羊座の新月ですから、えー、とても大切な新月です。であのミラクル界の皆さんにはあのこの新月のエネルギーっていうのは結構あの 新しい種をまいていくんだけれどもそのでもう今全部星が巡行してるからねどんどんこう先に進めるエネルギーなんだけど感情的にはやっぱり月のフェーズから言うとあと今月がね魚座にいますねでもうすぐね海様星と月がぴったり重なってくるんで何かやっぱりあのいろいろ私たちの中で魚座的なねこうちょっと時間と空間を超えてつながってくるようなものからの。 メッセージもたくさん受け取りやすいときなので、ちょっとしっかりと自分と向き合って少しこう体を動かして呼吸を整えた後でちょっと瞑想してみるみたいなことをすると、あのいいんじゃないかなと思いますね。そしていらないものはどんどん手放すっていうことをすることで、何か新しいエネルギーが入ってくるので、まあ、そういったことをね。ずっとあのミラクル会員サイトの方でお話してますから、よかったら参考にしてください。そしてえっ、ー、とこれからちょっとあの。 色々私もあのバタバタしてるんですけれども、えっと、少しねやっぱりあのアストロコンシャスネスアストロージについてのお話をね、えー、また以前にもちょっと何、えー、て言うんですかね動画のあので、えー、とアストロージとは何かというようなそして学び方みたいなシリーズを無料で配布してたんですけれども、えー、今でもあの 私のあの公式ラインの方に行って頂い,いて「アストロロジー」というふうに入れて頂ければそちらのえっと ままだ見たことないい方はでですすねそちらかららか、えー、毎毎日毎日でです、ね、あの定期的に、えー、と10回ぐらいの動画が配信されます、はい、であのミラクル会員の皆さんも会員サイトに上げてますからそちらを見ていただいたらいいんですけどもうちょっとあの一般の方のためにもねちょっとアストロロジーについてお話をしていきたいなと思います。で今日はちょっとあの意識の進化ということを少しお話ししたいんですけれども、えー、とその前に、えー、とミラクル会員の皆さん えー、新規の6期の方が入ってらして、えっと、3月もやったんですけど、えー、とても今ご希望が多いのと今あのノース・ノードが <laughs> あの双子座にいてですね火星もき重なってきてるので今学んでることというのはあの 本当にたくさんのこれから私たちの魂がコレクティブレベルでもね集合レベルでも進化していくときに今学んでることってすごく大事なあの気づきをもたらせると思うんですねだから本当にあの面白いなって思う方はですねぜひあのこの「コンシャスネス・アストロージを学んでいただけてらばと思います。ミラクル会のの皆さんにはままたた回払いいででで受,けて受講できるをしすこれ新月 えっと確か十一時なんです朝の十日の四月のだからその時間からえっと一週間ぐらい、えー、受け付けますので。 えとまあ、あの会員の皆さんには別途メールも差し上げますけどここで少しご案内だけさせてくださいね。私は他には何もやってないので、まあ、あの YouTube の方で私の,あのビジネスの,あのどういうサービスをしているかというのはどうしても私の方はこちらで皆さんにご案内しないとあのいけないのでそういうのが嫌だなという方はしょうがないごめんなさいねでもあの、えーとまあ、我慢してください。はいでえーと,えー、とねあのー 私が皆さんに教えているコンシャスネスアストロージーというのはよく言われている進化先生学というものの流派の一部ですで、進化先生学というのは英語でエボルーショナルアストロージーっていうんですけどえっ、ー、とまあ、えー、私たちの生まれた時の空の配置を表すホロスコープですねそのホロスコープを魂の進化の設計図として読んでいく方法が えー、ブループリントとして読む方法なんですね。ですからその前提としては私たちというのは魂というエネルギー体を持っていて私たちがこの世におぎゃーって生まれてくる時はその魂が体と一緒になってですねもう一回この地球の上に体を持って生まれてきてるんですけれども魂は体が例えば体もこの世からなくなった時には。 私たちの体は朽ちますけれども魂というエネルギー体はまたどっか違う次元にですね行ってずっとエネルギー体として存在しているという前提のもとに読みます。ですからその魂はまた何か意図があってですね何か進化をしたいなと思う時にもう一度タイミングを見計らって自分の進化をしていくのにベストなタイミングを選んでですね時間と場所を選んでですねだからホロスコープを作る時には。 皆さんの生生まれた日、誕生日、誕プラス時間と場所が大事なんです。うん、その皆さんが生まれた場所と時間にの時に見える星の位置を設計図として読みますからね、うん、で、えー、とその設計図をですね、えー、魂がどういうふうな勉強あの進化をしてきてどういうふうな学びをしてきてどんなスキルとか、えー、才能を持っていきながら根性はどんなことを学ぼうとしているのか っていうことまで意図があるとして読むんですね。ですから、過去世があるのを前提にして読んでいきます。で、えー、っとえー、進化先生学のような、こういう魂中心のようなアストロージーっていくつかあるんですけど、一番最初にこの進化先生学という感じでですね。 魂の進化の過程としてアストロロジーを読むというのを提唱したのがディーン・ルディアさんっていう、まあ、フランス人の方なんですけど私の、えーそうですねえー、オファーしているいろんなセミナーとか、えー、講座は必ずマントラで <laughs> ディーン・ルディアさんの「アストロロジーは言語である」。 もししこの言語がが理解できたたら、空があなたに話しかけてくるという名台詞があるんですけど私はこのセリフが大好きなんでだからこれを必ずみんなと一緒に唱えてですねそしてクラスとかセミナー始めてるんですけどそのデンリディアさんが最初にまああの提唱なさったんですね。でそこから、 割とすごく体系付けた方が何人かいらっしゃいますね。で、特にあのえっ、ー、とジェフグリーンというジェフリーグリーンという方ですね。これが面王星という本プルートという本を出したんですけど、この方が私の先生であるマオリー先生の先生なんですね。で、えっ、ー、と。まあジェフグリーンさんが。 主にこれを体系づけられました。それと、時間をま前後同じぐらいの時に、あのフォレスト、えっ、ー、と,、えー、とスティーブンフォーレスト先生っていう方も、やはりあのその進化先生学というような、えー、ジャンルで、えー、体系づけられているんですね。アプローチがちょっと違うんです。うんで、えっ、ー、とマーリー。先生はそのどちらの先生に就こうかなと思った時に。 やっぱりあのジェフ・グリーン先生のアプローチの方がよりなんか深みがあるなっていうのでジェフ・グリーン先生の方を取ってそしてそのジェフ・グリーン先生の、えー、から教えていただいたことをさらにご自分で、えー、もっと深めて、えー、体系づけていかれてそれを進化先生学という言葉ではなくて「アストロロジー・オブ・エボリューション・オブ・コンシャスネス」意識の進化のアストロロジーとして 体系づけられたのがマウリ先生なんですねですから、えー、とみんな、えー、と進化先生学というくくりで言うと同じなんですけれども、えー、とちょっとずつやっぱりアプローチが違うんです、うん、で日本では多分、えー、と進化先生学というとジェフ・グリーンさんの、えーまあ、冥王星とかを本で勉強したりとかそうしている方が多いと思うんですけれども丸リ先生の講座はやっぱり私もですね あのいろんな方の先生の,、まああのえー、講座なんかもねジェフ・リン先生はもうい,いらっしゃいませんけど昔の先生があの出していたあの講座とかも取ったことあるんですけど。 でそれからもちろん先生の本もたくさん持ってますけれどもやっぱり私はあのマウリ先生の方がすごく、えー、となんか私にはピタッときたのでマウリ先生の方を使っています。であのジェフ・グリーンさんの方は特に冥王星を一番中心に読んでいかれるんですね。で、えー、とそうですねあの、えー、とス,テスティーブン・フォレスト先生の方はどっちかというと濃度月の濃度の方を主に えー、メインに読まれまれすねある先生はもっと全体プラスやっぱり外惑星をすごく深く特に海王星をしっかりと、えー、体系化なさったっていう点ではものすごくあの私にとっては、えー、素晴らしいい先生だなと思いますね、うんでまあ、あのそういう進化先生学って一口に言ってもいろいろあるんですよということをちょっとだけ今日はお話ししたかったのとでねあのその意識の進化のレベルっていうのが この進化先生が教えるときすごく大事なんですね。で、あの意識とは何かとかそういったことはまたあの講座の方でしっかり学んでいただきたいんですけど、やっぱり魂というのはある意味私たちの意識なんですね。うん、あの知識とはちょっと違うんですよね。だから、えー、まあ、えー、その意識をですね、どういう今その人のその魂の進化というのはつまり意識の進化なんだよ。 いいうののがマルイ先生のまあ、一番伝えたいことなんですよだからその意識の進化のレベルをきちっと判断していくっていうことがすごく大事になってくるんです。であのまあホロスコープの中にはえたくさんの情報が入っているんですが全部シンボルとして暗号として入っているのでその暗号を謎解きをしていくデ、うん、コーディングしていく。 えー、ことを、えー、学んでいかなきゃいけないんですね。で、やっぱり基本的なアストロージーというのはこうエネルギーサイクルとエネルギーの学問なんですよ。もう星のサイクルっていうのは必ず星がねあの。 太陽系であれば太陽中心にいろんな星々がくるくる回ってそして太陽自身もですね太陽系自身もですね銀河系の大きな中ではなんんか回転してるんですねゆっくりねそれから銀河系そのものも宇宙の,あのなんか中心ながらゆっくりこう回転してるようなあのことがあるようですけども、うん、だからやっぱりその,その動きがある回転をするっていうことにはそこにサイクルがあるし動きが出てくれば必ずエネルギーが出てくるんですよね。 だからそのエネルギーが私たち地球に生きている私たちにどういう影響を与えているかなっていうようなことをこう読んでいくのがアストロージーなんですけどあのそしてそのホロスコープのの中にたくさんん情報が入ってるんですよねだからそれを、えー、と一つ一つバラバラに読んでいくといろんな情報が入ってるんで。 でも全体としてその方のエネルギーはどんなエネルギーとか今の宇宙のエネルギーはどんなエネルギーなのっていうようなことをやっぱり理解していくのはこれはその一つ一つのエネルギーをアーキタイプという原型の12のエネルギーに分けてそれをうまく合成してシンセサイザーのようにシンセサイズしていく技術を学ぶっていうことがこのエネルギーの意味をどんなメッセージとして宇宙のメッセージを受け取る 技術になってくるんですねだから今「婚、あ、者、のー、センスアストロージー」を学ばれてる皆さんはまず入門コースでこの12のアーキタイプというエネルギーの種類をしっかりとまず学んでいただいてそれから、えー、初級コースそれから周り、まあ、先生との講座とかを通りしながらですね少し,少しずつ少しずつハウスとは何か、えー、サインとは何かプラネットは何かその違いがありますからそしてでもそのエネルギーを そのいろんな違ったエネルギーをシンセサーズしていったときに、どういったメッセージがそのチャートの中で私たちに伝わってくるんだ、伝えられているんだろうっていうようなことを読み解いていくんですけど、一つだけいくつかチャートではわからないことがあるんですね。例えば、えっ、ー、と、ハロホロスコープというのはその瞬間のホロスコープですから、そのホロスコープはそのその何時何分のどこで のの時の東の空がどこでどういう星の配置にあったかっていうだけなんでこコンテクストがないとねこれが例えば、えーとえー、誰かが生まれた時のチャートなのか誰かが結婚した時のチャートなのかもしくは猫ちゃんが生まれた時なのか、うん、何かがなんか結婚式があった日なのかどなたかが亡くなられちゃったり事故にあった時なのか全く分かんないんですね。うんだからえーと あ,あ,あ,あくまでもああのそのホロスコープっていうのはその時の空ののの時空配置の星の位置星位だけですだけどそこにそれが何のホロスコープかというのは、えー、とちゃんとそこを私が生まれた時のホロスコープですとか私が結婚した時のホロスコープですとかそういう情報がないとそれだけでは、えー、どのようにどんな文脈でコンテクストで読んでいったらいいかっていうのが分かりませんね。 ねあもしくはネイタルチャートっていうんですけども生まれた時のホロスコープだっていうのはわかるんですけれどもそれが男性か女性かかっていうのもわらないですね、うん、それからどこ,あの、えーとまあ、どこでっていうのがありますからそこそこで生まれたことは分かりますけどでもじゃあそこにそこで生まれたからっていってその人が例えば国籍が何人とか。あの 人種がどんな人種アジアンなのかあの白人なのか汚職人物なのかってもわ分かんないですね。うんはい、でもう一つはよく言われているのがその魂のののの意識,の意識の進化のレベルっていうのがあるんですねだからこのレベルがどこなのかっていうのも、えー、チャートでは分からないんです。でこれを周り先生の講座とか取っていただくとよく分かるんですけど。 どういうふうにして先生が説明してくださってるかっていうと双子のチ実際私の,あのやっぱり知り合いの丸先生のお弟子さんですけど、えー、とご自身が双子のお一人だったんですね。で彼女は、えー、と小児科医かなんかお医者様になられたんですけど。 うん、でもアストロロジーも勉強なさって素晴らしいその双子の研究をなさってるんですねご自身自身があの体験してらっしゃるんでそれをあのオパのあの、えっとえー、オパという周り先生が副会長今なさっているところのなんかあの定期的にそういう勉強会とかあるんですけどそこで発表してくださったのとても面白かったんですけどね。うん であのマリ先生も双子の,その研究結構なさっててで双子っていうのはほとんどあの同時にあの例えばそのなんていうんですかシーセクションってなんて言うんだろう、えー、と帝王世界する場合もあれば、まあ、あの自然分娩であっても、まあ、あの30分違うもっと短く15分とか10分ぐらいしか変わらないこともありますからほとんど似たようなあのチャートのはずなんですね。うん、であの実際あの生まれて あのすぐに里子に出されてしまったようなあの双子の方がいらして結局自分たちがあのもともと兄弟だったっていうことも知らないまんま違う。 養子に出されてね違うところを育ってねでも後で分かってみたら同じようなあの結婚した相手が同じ名前だったりとか同じような頃に結婚して同じような頃に出産して同じ病院で出産してたなんていうだから、ね、そんなねあの面白いエピソードも数年前にあったんですね。でそれを先生がまた研究なんかなさってましたけど、うん、だからなんかやっぱり双子が持ってるこうう運命的なそういう流れっていうのは確かにあるんですね。でも あの双子の方が全く同じ経験を全部すするわけじゃないですよね、うん、で同じようなエネルギーなんだけどそのエネルギーがどういうふうに出現してその人の人生に現れてくるかっていうのはその人の意識のレベルによってですねそのエネルギーをどの周波数で使っていくかっていうことで変わってくるんですよ。だからこの辺が、ね、あのやっぱりすごく 難しいっちゃ難しいんですけどすすごくあのなてうのかなパワフルななとこなんですねだからあのやっぱりまず私が皆さんにお伝えしているのは最初はまずあのエネルギーの12のアーキタイプをしっかり学んでみてそれからアストロージの基本の体系を学ばれてから次に行くのはじゃあこの,あの魂の進化あの意識の進化。 のレベルっていうのはどんなレベルがあるんだろうって、まあ、大きく分けて三つあるんですけどその中にまた三つ分かれてるんですけどねそれをしっかりと学ばれていくっていうことがまず次のステップになりますそれで、えー、自分は今どういうところに今魂の意識の進化のレベルではどの辺にいるのかなっていうのをちょっと客観的に見ていくことで、えー、とじゃあ根性はそ,のそこからどっちへ向かおうとしているかなということを意識してですね 自分のチャートの暗号を紐解いていくのがとても大事になってきます。で、この、えー、意識の進化のレベルはですね、2019年のジャパンプロジェクトでマウリス先生が1日かけてえっ、ー、と教えてくださっています。で、えっ、ー、といつでもそれを受講することができますので、えっ、ー、とビーナス会員あのごめんなさいあのミラクル会員の方はミラクル会員サイトからも受付ができます。ただしこれはあのミラクル会員さんであろうと一般の方であろうと。 あの受講料の割引はないんですね。周り先生と私の共同開発しているものはちょっと周り会計が逆あの別なのでそれないんですけど、あのハルミオハタアドットコ、あのハルミオハドットコムの方からも周り先生の出しているクラスを受講することができます。で、もうすぐですね、5月ですね。5月の新月のタイミングからですね、あの周り先生が今年は一緒にリレーションシップですね。 あの相性ですねあの英語で詳しく言うとシナストリーっていうんですけど、えっと、2人の方の、えー、チャートのエネルギーが一緒になってくるとどういったあのなんていうかダイナミックスがあるかなっていうことを読んでいく手法がいくつかあるんですけどその中のシナストリーというですねだからこれは別にあのもちろんあの恋人とかお連れ合いっていう結婚会の関係もそうですけど1対1の関係ならみんなそうなんですよね。だからあの えとビジネスパートナーもそうであればお子さんと自分との相性とかねどういうあの一緒になった時どんなダイナミズムがあるかなっていうことを見ていく手法なんですけれども、えー、とこれはやっぱりある程度のアストロロジーの基本を 自分のネイタルチャートがちゃんと読めないとその先に行けなかったのでねで,ですからちょっとあの中級以降は結構上級の、えー、授業になりますけどこれを皆さんに提供していきます。で、えー、とあの5月の新月が二十何日だったと思うんですけどそこからあの受付をしてですねあの先生と私でまたフリーウェブナーをしますからそこに登録してください。そそしししててて、えー、実際の授業は6月かかからららにになると思うんですすけど楽しみにしてみてくだださいねだからそれも始まりまり よかったらぜひあのまずはこの魂の進化のレベルっていうことがあるんだよっていうのをまず今日は理解していただけたらいいかなと思います。詳しいことは授業で学んでみてくださいね。はい、えっ、ー、とそうすると同じ双子でもよくね昔からあったんですね。双子の場合はどうやって同じチャートになるけどどうやって読むんですかっていうのはこのあの意識の進化がどのレベルなのかなっていうことで。 同じチャートであっても出方が全く違ってくるっていうのは本当に面白いです。うん、<laughs> はい。じゃあえっ、ー、とまああのー、とても楽しくて皆さんねあのー、昨日もあのビーナス会員の皆さんの自主勉強会の動画が上がってきたんで私もちょっと拝見したんですけど皆さん本当に楽しまれているのですごく私も幸せですね。はい。えっ、ー、とちょっと4月は私が本当にこれからもちょっとあのまだいろいろと他のあのー えとお勉強が続くのでもうしばらく忙しくなりますけれどもとにかく少しずつこうやって時間をとってですねあの YouTube の方でもあの情報を流していきますからまたよかったら是非ですねあのチャンネル登録ままだしししてないい方はよろしくお願いしますそしてもしよかったら高評価ボタンいただけたら、えー、たくさんの方に届きますので、はい、あの本当に、えー、これからはねあのアストロージーが分かってるか分かってないかで 全く生き方が本当に楽になりますから、よかったらぜひお仲間になってみてください。はい、じゃ今日はね、あの意識の進化のレベルっていうのはどういうことなのかなっていう話をしました。はい、それでは皆さん素敵な新月ですよ。ね、えー、あその前にちょっと今またねいろんなものがこう出てくるタイミングですから、感情的にいろんなものが出てくるときはそれをしっかり受け取って手放していきましょうね。はい、じゃあ素敵な新月を迎えください。Thank you so much and so much love.